それを僕ら現場で、可能性を無限大にして、まあいろいろなね、いろんな制約がありますよ。時間的制約、予算的制約、いろんな制約があるんですが、その中でやっぱりもう極限までいい芝居をしていきたいなと思って現場でやってるんで、何か掴んだのミラクルというか、奇跡が現場で起こるような毎日していきたいと思ってますので、僕のプロジェクトどうなっていくか分かりませんが、皆さん本当に期待です。